ことは直接言いましょう。よろしくお願いします。全部聞くぜ、俺。全部聞くぜ。はい、こんにちは。もうめんどくせえから腹割って話そうぜ。めんどくせえから腹割って話そうぜ。お疲れい。どうも。音楽かけっか。はい、こんにちは。楽しんでってね。これにしようかな、音楽は。はい、ワダツー、初見さんいらっしゃい。はいはい、いらっしゃい。言いたいことある人は、直接言ったらどうだろうかって。匿名枠だからね、名前も出ないですよ。赤髪のワドです、どうも。どうも。久々に来ました。キツネなのか残念。申し訳ない。誰だか分かんない。申し訳ない。キツネ枠です。久々に来てくれてありがとうね。嬉しいよ。なんかあったの？いや、もうあれにやれてんだよ。もう内紛劇だよ。内紛劇。めんどくさくてさ。めんどくさい。はい、こんにちは。だから囲い嫌いなんだっつってんの。じゃがいも王子に一言。最近見ないっすね、そういえば。叩かれてること多いけど、どう思いますか？どうなんだろうね。なんかが変わったのかな。俺は線引き配信からだと思ってて、線引きっていう配信をやったんだけど、そっからついてこないやつが増えたって感じだ。はい、ワード2。仲良くなりすぎてもって、俺は距離を結構保ってる方なんだけど、踏み込んでくんだよね。奴隷の対応変えてないよ、俺。太ったよね。太ったよね。普段ロム線なんですが、ミュールさんとか。いや、ミュールは別にロム線じゃないけど、なんかサブアカでちょこちょこやってんじゃないの。わかんないけど。予断解散だな。いや、解散はしないよ。解散はしません。予断は。太ったよね、やっぱり。痩せないとな。10日新宿のイベント？ドタキャン？へえ。あ、そうなんだ。俺代わりに出てもいいよ、トークイベント。なんだろう、つってね。いつもロムって見てます。初コメです。あー、ロムセンさん、ありがとう。囲いの内紛があったんだ。そう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 。どれさんと言い換えたじゃねえかよ。俺は別にさん、気分だね。配信始めたきっかけは、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやりたいから。もう匿名になってる。いや、言いたいことを言うんだったら匿名かなと思って、とつまちやろうと思って。どれ叩いてたのにやめたんか。いや、どれ叩いてるよ。俺は嫌いだっつってるよ、あいつ。なんか勘違いしてない。俺別にどれ嫌いだって言ってるよ。はい、こんにちは。便所ディスってた。なんで？便所さんディスってた。なんて言ってた？あー、旅ね。旅、ちょっと今気分じゃないかな。今、なんで、きっかけ？コミュ障は配信やめた方がいい。それはあるね。それならチキンとは言わない。あー、ありがとう。かくん来てるよ。かくん夜中が多いかな。仕事やってるから、昼間は。夜中に来てくれる。今日もいたよ。九州配信、気長に待ってます。すいません、ごめんなさいね。そうそう、キーボードないよ、これ。レコーディング機材っていうか、ミキサーだから。キーボードはこっち。のんちゃんと付き合ってるかどうかは、ここで言うことではありません。北海道行きますよ、全然。北海道行きます。早く旅行行け。旅行け、ハゲ。旅はしないって、だから今。気分じゃないのよ。気分じゃない。10日新宿イベント1名空いてる。今はベンジャさん、ノエル、アメリカ人、ジャガイモ王子、ドタキャン。それ誰に問い合わせればいいの？俺出たいんだけど。俺出たいんだけど。会うのに3万じゃなくて1時間3万ね。
1日開けるとしたら10時間で、30万。うん。心ちゃん好きだね。うん。ファンだね。かわいいでしょ？うん。ある企画は、なんだっけ、高尾山から歩くことになったね。文鳥っていう鳥ですね。うん。どれが旅やんない、AV 監督もやんない、それで花火上がると思ってるリッスンは神だって。まあ、まあいいんじゃん、別に。好きに言わせておこうよ。花火上がってるし。いや、嫉妬はしてないよ、全然。うん。大阪に人が集まってくる。へぇー。間違えて小文字、ごめん。普段ロムセン、ミユルさんが一部メンヘラ寂しいで、ワドソンの配置に移動してる。あ、俺もそう思う。同意見かな。うん。それで会う人っているかいないか。まあ、いないんだったらいないでよくない、別に。うん。心をやりまん。俺、心ちゃん身持ち硬そうなイメージだけどね。やりまんなイメージだよ。あの人プロじゃん。うん。だから、その、安売りしないと思うよ。いっちゃんの土地は買わないかな。うん。はい、NG でーす。レクチさん、あんなんで引いた？まあ、レクチは、ああいういいやつだよ。うん。いいやつだよ。うん。あれはメッキです。心はオフパコ中。コウちゃん可愛いよね、うん。いつも配信見に来るけど、あんまコメント書き込みできなくてすいません。ああ、全然いいよ。ただまあ、いつも言ってんだけど、ワドツーって挨拶だけしてくれると嬉しいかな。来た時にワドツーだけ書いてほしい。はい、こんにちは。うん。ワドさんの歌をバックに、ドレさんのトークを聞くのが最近のブームです。あ、そうなんだ。なんでみんな一緒に旅団やめようとかになるの？嫌なら勝手に。そう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 。俺はそういう感じなのよ。みんなで一緒にやめようよって。いじめの構造だよね。なんか集団行動嫌いだから。旅いつするか気が向いたらやるよ。ワード2。アンチに負けないで、ワード2。ありがとう。うん。ありがとう。ワードはプロじゃありません。ほう。その心は。いつ旅再開予定？気が向いたらだね。気が向いたら。うん。うん。おい、いらっしゃい。で、だから自分のネタがないから俺の話題出してるだけでしょ。うん、そもそも旅団ってどんな軍団？いや、旅団は旅団だよ。俺の、ことを応援してくれてるリスナーを総称して旅団って呼んでるだけ。どこが口だけなの？ネズミ子はやってたっつうか、ネットワークビジネスはやってたよ。うん。ネットワークビジネスはやってた。うん。ネットの池上さん、場所リトルモンスター。ああ、ネットの池上さんか。俺出たいな、トークイベント。もしジャガイモ王子出ないんだったら。うん。有言実行は基本だよね。死ぬまで1万人無理。そう、結構いける気はするけど、5、6年かかりそうな気はするよね。そう、専念して。鮫島さんについてはどうも思ってないですね。はい。変人のプロで、変人のプロで、うん、ほぼじゃない。ありがとう。うん。
必ずお前を埋める。殺すの、いや、やめて、怖いよ。うん、ああ、まあ普通に見ればいいのにね。なんか弱い人間ほどつるむって感じだよ。匿名ブロックできるよ。できるできる。1年前の時代に戻るだけ。ああ、まあまあ、それはそうだと思うよ。まあでも俺、ふわっち始めて1年ぐらいもう経つけどね。でも閲覧200ぐらいあったけど。気持ち悪い。ああ、すいません。はい。ジャガイモ王子がボディーガードつけていくならと、主催は断る。うん。そうなんだよ。鳥飼ってるからね。いや、今、星だよ。雑巾臭い布団。うん。偏差値が低い、バカにしてやったぜ。ああ。アホに負けないよ。大丈夫だよ。ブロックできるよ。うん。BGM いらない？ BGM いらない？もう、いらないんだったらいいけど。見た目がキモい。ああ、すいません。どうも。うん、匿名嬉しい。ああ、まあめんどくさいよね、最近ね、うん。引っ越す前よりは、今の方が絶対に面白くなってる。引っ越す前。引っ越す前。私もワドさんに依存かも。あ、ありがとう。匿名枠やるとコメント打つ方が慣れてくる。ん？何回か匿名枠やると。うん、どれは腹黒い。 あいつ腹黒いよ、本当に。利用することしか考えてないね。本当に嫌なやつだよ。俺はもう二度と関わらない、どれとは。リア突したら臭かった。あー、ごめんね、本当ごめんね。うん。大手は米に切れず安定。彼女いないね。のりこどう思う？のんちゃん、いや、普通に可愛い子だと思うけど。服は洗ってるよ。ただね、俺ね、リア突した時臭いっていうのはね、実は旅配信で汗だくの時だったんだよ。だからほんとかわいそう。それは申し訳なかった。それはリアドした人、それはね、多分本当に臭かったんだと思うよ。俺自覚あるもん。今リアドスかわいそうだなって。知らねえ、なんかアリスが発狂してんだよね。生理でしょ、うん、なんで匿名なの。いや、言いたいことをもう聞こうと思って、電話で直接聞くわと思って。だったら匿名だったら言いたいこと言いやすいじゃん、うん、だから、うん、まあそれで聞こうかなと思って、電話かけてきてって感じで。ちょっと待って、音楽やっぱ必要だわ。レクチ頑張ってる。あいついいやつだよ。これじゃねえよ、これじゃない。臭くなかった？いや、旅配信の時は臭かったと思うよ。もう汗だくで歩き回ってたから。うん、アリス別に美人だと思うけどね。ただちょっといじったらちょっといじったら発狂しちゃったんだよね。うん、うん、お前のそういうとこ嫌いじゃない。いや、臭いっしょ、歩き回ってたら。ミュールのうざさは異常。今見てきた、落ち着いてる時の和道さんは好きだけど、荒れてる時の和道はムカつく。マジで？ごめんね。和道さん10日のイベント出るなら行きます。いや、全然出る話なんかないよ。だから出たいけどね、トークイベントは。なんでここまで嫌われると思う？自己分析して。答えは出てて、俺物言いがはっきりしてるんだよ。好き嫌いがはっきりしてるから敵を作りやすいっていうか、あの、俺はこいつ嫌いと。普通の人だったら、あ、そういうところ良くないところもあるけど、こういうところいいとこだよねってフォローして言えるところ、俺こいつ嫌いだからってズバッと言うから、だからなんだこいつみたいな、その人のことが好きな人の気持ちを考えれないっていうか、だから周りを見ないで、俺は好きか俺は嫌いかだけで話してるから、だからその気遣いができてないっていうか、それはまあアスペっぽいよね。アスペの特徴だよね。だから、なんつうんだろう、その物言いがはっきりしてる分敵を作りやすいと思ってる、うん、今日の配信面白かった。花火ドン、花火待ってるよ、花火ちょうだい、うん、そう、勝てそうなやつとしか戦わないから、俺はあんま好きじゃないね、うん、だってさ、便所太郎さんにやろうよって挑んだこともないしさ、ヒカルくんとさ、本気でやろうよってないじゃん。うん。なんか、その、それもアスペなのか。アスペっていうのは、その、なんつうの、周りを俯瞰して見れなくて、相手の気持ちを分かりづらい人のことをアスペって言うんだよ。うん。熊本の義援金なんて泥棒してないよ、俺。うん。旅配信やるよ。うん。声と顔が気持ち悪い。あ、見なくて結構ですよ。
分かってないなっつって。サクットラはブロックしない理由か。サクットラは俺に歯向かってないじゃん。俺が嫌いかどうかで決めるべきだと思ってて、サクットラは俺のことを好きじゃん、あいつ。だから、なんで俺のことを好いてくれてる人を俺がブロックすんの。赤髪にゃん、ありがとう。うん。お酒入ってる時、俺酒飲んでないよ、全然。うん。酒飲んだっけ？うん。ああ、風船ありがとう。匿名さん、風船ありがとう。どれブロックしていい？いや、任せるよ。俺が決めることじゃなくて。うん。あ、そうだね。ドルさんは大手になるための通過儀礼を受けてる感じだよね。それはあると思うよ。うん。ただ、ちょっと、調子乗りすぎだと思うけど。眉とヒゲは赤く染めないかな。熊本の募金って何？熊本の募金なんかやったことないけど、俺。逮捕された。セクシー誤差、うん、お前のリスナー女特有のネチネチ感がすごい。俺もそれで困ってるんだよね。俺めめしいの嫌いだからさ、さっぱりした人が好きなんだよね、うん、体型とかも似てきたよ、おっさんに。まだそこまで太ってないと思うけど、もうでもだいぶデブってきたね、うん、負けるのが怖いんだろうね、うん、プライド高いじゃん、あの手のタイプは。アスペは治らないね。脳の欠損だから、治らないっす。うん。大抵、ありがとう。うん。前髪はこっち側が短いね。うん。こっち側パッツンだから。お、半分半分で違うの。なんで急にどれ嫌いになったの？俺が、その、まず、リアトツマチをやると。別にやればいいじゃん。なのに、俺、リスナーじゃないのに、来てくれって言われたの。で、俺、お断りしたのよ。ドレさんのリアトツマチは、ドレさんのファンがやることでしょって言って。で、配信者に来てくれって言われても、俺、やだよっていうことを、メールで3回断ったの。で、俺の枠に電話かけてきて、俺が枠してる時に、頼むよ、ワド。俺にもメンツがあるんだよ。で、ワドみたいなすげえやつがリアトしたら、周りの人が驚くし、ねって言われて、嫌だっつったの。それでも頭下げてきて。で、実際行ったら行ったで、ね、ツバニャンとなんか、イチャイチャ配信でしょ。ふざけんなって言って。そう。それで大喧嘩になったの。そう。リスナーから集めた熊本被災地の支援金なんか1円もないっすよ。うん。そうそうそう。それでふざけんなっつったの。あんた叩かれて当然のことやってんだよっつって。うん。で、本人と喧嘩してるよ。俺別に陰口嫌いだから、本人に直接言ったよ。かっこ悪いよ、あんたの配信っつって。そう。解放のこといじめてると思われてる。まあいいんじゃん。うん。いや、もう執行したんじゃないかな。精神障害者手帳は。俺中卒だよ。うん。俺中卒。え、俺のじいちゃん元兵じゃねえや。嘘ついてないよ。嘘ついてないよ。うん。どれとは関わる気ない。セコロ弱かったね、俺ね。うん。負けちゃったよ。うん。なんで子供捨てたの？俺子供いないよ。うん。どれさんとは関わらないよ、もう。別に公開討論していいっていうか、だから、いつも枠開いてるの。凸かけてきなよって。で、かけてこないんだよ。うん。そう。俺、いつも凸待ちしてるよ。うん。こうやって。うん。講座風呂嫌いなんだよ、俺。うん。悪いけど。あいつは嫌い、俺。うん。レクチン閲覧負けてた。あー、そっか。沖縄の花火大会からこいつ勘違いしたんじゃない？何を？うん、何も勘違いしてないけど、うん、元カノ AV に売った、それソースはどこ？全然売ってないよ。俺 AV とかあれだもん、関わりないもん、うん、
頭のいい人かどうかわかんないけど、全然言いたいことあるなら、トツかけてきていいよ、全然。孔明さんとは連絡取ってないね、最近ね。ソースはタヌキ。どれは大切なものを失っていくさ、今の囲いはにやかだらけ。俺も同意見かな。まあ今トレンドであるのは認める。喋りうまいのは認めてるよ。俺よりも喋りうまいよ、あの人。経験値もあるし。ただ、性格が嫌いだっつってんの、俺。人として関わりたくないってことね。これはね、インターフェースは、AG03、AG03、ヤマハ AG03。エクチにリアルであっても、なんでだろうって連呼すんの。あー、口癖かもな。いやー、なんでだろうってよく言うかな。よく聞く。旅は気が向いたら行くよ。ゲイではないかな。一応ノンケだけど。あんまり偏見はないよ。性同一性障害とか、オカマとか。好きな配信者。いないかな。配信あんまり見ない。旅は気が向いたら行くよ。いや、俺、基本的に台本ない。俺の放送に。基本的に台本ない。昨日俺ずっと寝てたから誰ともすれ違ってないと思う。あんま恨み買うなよ。恨み買っちゃうんだよな。腹抱えて笑ったことあるよ、全然。いや、のんちゃんの年齢見抜けなかったの本当笑ったけどね。すごい。だって47歳を35歳って言われてて鵜呑みにしてたかんね、俺。みたいな。まあそんなもんか、みたいな。本当にびっくりした、年齢めくれた時。レクチャー優しすぎるよね。ちょっとね。まあでも、それが俺、あいつのいいところだと思ってる。そうだね、痩せようね。サクッとらは真央。あ、わかんない。サクッとらとあんま連絡取ってないから。アンチ製造機だよね。すごいよね。顔なんとかしろっつうか、のんちゃん顔皮膚病なの。ケロイドになっちゃうからあんま言わないであげてよ。ダメよ。病気の人のいじりは。ケロイド状なのよ。で、良くなるまで顔出ししなかったんだよ。最近良くなったからやっと顔出すようになったの。やめてあげて。タバコ一日一箱。アリスはやりまん。ニアと会ったことあるよ。ロハコを返せ。ロハコさん配信者でしょ。皮膚病なんだよ、のんちゃん。むちゃくちゃ嫌われてるよね。ゲルゲにぶっ飛ばされてはないよ。ゲルゲさんに怒られた。うるさいんで帰ってください。滑舌悪いんだよね。アトピーとは違くて、ストレスが溜まると膿んで、皮膚が割れて、膿が出ちゃうの。で、それを治すために、薬とか塗ってて、ケロイドになっちゃうの、のんちゃんの顔って。だからあんま顔のこといじらないであげて。ランランって人知らない。フワッチばっかりだね。17やってないね。どれくらいハゲたろうね。のんちゃんは47で、ドルさんが54だから、7個上じゃん。のんちゃんの若い頃の写真見せたじゃん。整形じゃないよ。のんちゃんの若い頃の写真見る？見たい人手挙げ。のんちゃんの若い頃の写真。もう許可もらってるから見せていいから。見たい人手挙げ。オナニーは毎日してるよ。のんちゃんの若い頃見る？全然顔変わんないよ。だからすっぴんだかんね、あの子。あの子っつうか、のんちゃんは。あんまり、化粧しないから、まあ、あんなもんじゃないの？ 47 歳で綺麗な方だと思うよ。整形じゃないよ。ていうかね、整形かどうかは顔触ったらわかる。化粧するのんちゃんがこんな感じなのよ。化粧してる時ののんちゃんこんな感じ。まあ、47にしては綺麗な方だと思うけどね。化粧するとこんな感じで。いや、整形じゃないって本人言ってるし。
で、若い頃の写真が、綺麗だよね。あと、のんちゃんこんな感じで寝るね。こんな感じで寝てるね、いつも。変な格好で寝るんだよね。のんちゃんの若い頃。若い頃。のんちゃん若い頃こんな感じだよ。あんま変わってなくない？変わって、整形か？のんちゃん若い頃こんな感じだけど、整形に見えないけど俺。若い頃。変わんなくない顔。整形かこれ。普通にただ美人なんじゃないの？ちょ待ってね。普通に美人、のんちゃんの中に入りたいってコメントやめてください。布団は臭いです。普通にもう顔変わんないと思うけど、ピントが合わないな。変わんなくない？若い頃。ちょっと見えないけど、ピントが合わないから申し訳ない。のんちゃんは普通に美人だと思うよ。まあいいや、のんちゃんの話は。まあ人のことをとやかく言う顔してんのかどうかね、見てみたいけどね。明らかに鼻、いや鼻一緒でしょ。いや鼻一緒だけど、美人だよね。全然変わんないじゃん、ほら。全然変わんないじゃん。ちょっとピントが合わないからあれなんだけど、全然変わんないよ。のんちゃん画家っていうか美大卒だね。貧乳？え、のんちゃんおっぱいでかいよ。俺は目がおかしいね。テザリングの調子は治ったね。電波今どれくらい出るだろう。見てみようか、上り下り。テザリングは治ったっぽいね。下り出てるね。大丈夫。あ、でも0.7だな、それでも。今から旅？今は、今日はいいや。どこだっけ？多摩美じゃなくて、武蔵美、え？どこだっけ？あれだよ、三大美術大学だから、名門出てるよ。大学院も出てるよ。むさびかな？むさびかな？たまびかな？どこだか忘れちゃった。四段解散してないよ。ほっぺたにシリコン入れてません、僕は。ただ太っただけです。釈迦ね、そうなんだよ、ここに寝てんだよね。釈迦寝ないの。そうそう。じゃあなんかめんどくさいから通常枠に戻ります。お疲れ様デイズ。通常枠に戻ります。お疲れい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。